ということで、じゃあ、うん、皆さんからいただいたお便りも読んでいきましょう。はい、まずかけうどんさんからいただきました。ありがとうございます。みゅーたんさん、あかりんさん、ちゅるんさん、こんにちは。ちゅるんさん、ちゅるんさんなの。こんにちは。うどん、こんにちは。かけうどんと申します。はい、はい、先日配信された25章を読みました。お、うん、一人で思い詰めてどんどん弱っていくかりんさん、それを救いたいけど譲れない信念もあるエマさん、うん、そしてその2人の間を取り持つためお目目パッチリで立ち回るかりんちゃんと3年生のそれぞれの思いがぶつかり合って、いざこざから友情へと昇華する絆が涙を誘う素晴らしい回でした。エマさん推しの自分としては、勝ち負けじゃなくて自分のなりたいスクールアイドルを目指すという言葉や、エマさんが絶対に譲れないスクールアイドル愛や信念の部分が見えて、とても頼もしくてかっこよく惚れ直しました。またステージはステージ上のアイドルだけでなく、お客さんみんなで作り上げるものというセカンドシーズンのテーマにもなりそうな言葉を聞いて、先日久しぶりの有観客で行われた校内シャッフルフェスティバルのことを思い出しました。そこの MC でキャストの皆さんがファンのみんなから力をもらっていると口々におっしゃっていましたが、25章ではかりんさんがそのことに気づくことができて、さらに成長することができた回なのかなと思いました。うん、エマさんのお客さんに寄り添う歌を聴いたかりんさんが涙を流し、いつも笑顔のエマさんがかりんさんを見つけてまさかの涙を流し、ようやく仲直りした2人の姿を見て涙するかり、かなたちゃんの姿は本当にとってもエモエモで尊みが深くてアルプスの大草原でした。すごい。またそれを演じられたキャストのお三方の迫真の演技も圧巻でした。普段弱さをほとんど見せないエマさんが思い悩んだり涙を流すシーンや、はるかちゃんのライブでアゲアゲのかなたちゃんなど、今までにない一面と演技が見れて素敵でしたが、特にずっとくよくよして弱々しい、かりんちゃんは守ってあげたくなる可愛さが爆発している神演技でした。そんなこんなでかなたちゃんの助けもあって、エマさんとかりんさんの仲も無事雪解けを迎え、とっても心ポカポカな春を迎えられそうです、うん、本当にありがとうございました。うん、はい、ありがとうございます。すごい熱いお便りだ。熱いね。2ページにわたって、うん、ありがたいね。ということで、じゃあ、うん、皆さんからいただいたお便りも読んでいきましょう。はい、まずかけうどんさんからいただきました。ありがとうございます。みゅーたんさん、あかりんさん、ちゅるんさん、こんにちは。ちゅるんさん、ちゅるんさんなの。ちゅるんさんだよ。かわいい。ちゅるんだよ。ちょっと私もあのちゅるんが気になってあんま内容入ってくる。なんだっけ。